予算委員会を開会いたします。平成29年度一般会計予算、平成29年度特別会計予算、平成29年度政府関係機関予算、以上3案を一括して議題といたします。平成29年度総予算3案に関し、学校法人森友学園に対する国有地売却等に関する問題について、証人の証言を求めることといたします。まず委員長から確認させていただきます。 あなたは籠池康弘君ご本人ですかはいそうでございます証言を求めるに先立ち証人に申し上げます議員における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして証人には証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております宣誓または証言を拒むことができるのは次の場合に限られております 事故または事故の配偶者、三親党内の血族、もしくは二親党内の姻族、または事故とこれらの親族関係があった者、および事故の後見人、後見監督人、または補佐人、並びに事故を後見人、後見監督人、または補佐人とする者が、刑事訴追を受け、または有罪判決を受ける恐れのあるときは、先生または証言を拒むことができます。また医師 医師、薬剤師、助産師、看護師、外国法事務弁護士を含む弁護士、弁理士、交渉人、宗教の職にある者、またはこれらの職にあった者が、業務上委託を受けたため知り得た事実で、他人の秘密に関するものについて証言を求められたときも、先生または証言を拒むことができますが、本人が承諾した場合は、この限りではありません。正当の理由がなく 証人が先生また、ははは証言を拒んだ時は1年以以下下のの金まままたた万円罰に処せられます先生、ま、した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上、10年以下の懲役に処せられることになっております。なお、今回の証人勧問に関する理事会の決定事項については、証人にはすでに文書を持ってお知らせしたとおりでありますが、この際、その主要な点について、 申し上げておきます第1点は、証人が補佐人に助言を求めることが許される場合についてであります。証人は補佐人に対し、宣誓および証言の拒絶に関する事項について、助言を求めることができます。ただし、証人は補佐人に助言を求めるようとするときには、その都度委員長の許可を得なくてはなりません。そして補佐人は、証人の求めによらず、 自身の判断により助言することはできませんまた補佐人は発言することはできません第二点はメモ筆記についてであります承認のメモ筆記は尋問の項目程度に限られておりますなお補佐人はメモを取ることができます以上の点を十分ご承知願いますこの際ご報告をいたします 証人の宣誓および証言中における撮影および録音につきましては、議員における証人の宣誓および証言等に関する法律第5条の7の規定により、委員長が証人の意見を聞いた上で、委員会に諮り、これを許可することとなっております。本日の委員会における証人の宣誓および証言中の撮影および録音につきましては、委員長が籠池証人の意見を聞いたところ、 撮および録音について、これを了承する旨の意向が示されました。これを受け、理事会で協議をいたしました結果、本日の証人の先生および証言中の撮影および録音につきましては、許可することに意見が一致いたしました。この際、お諮りをいたします、本日の証人の先生および証言中の撮影および録音につきましては、理事会の決定どおり、これを許可することにご異議ございませんか。 ご意議ないと認め、作用決定いたします。それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。全員ご起立願います。籠池康弘君、宣誓、はい、書を朗読してください。宣誓、はい、書、両親に従って真実を述べ。 何事も隠さず、また、何事も付け加えない、付けえないことを誓います。証人籠池康弘。全員。ちょっと待ってください。まあ、ご着席した、ちょっとお待ちください。はい、全員、あの、ご着席ください。ご着席ください。それで、証人は、先生書に署名捺印をお願いいたします。 ここれより証言を求めることといたします。本日はまず、籠池証人から10分間で学校法人森友学園に対する国有地売却等に関する問題についてご証言をいただき、その後、委員長及び各会派から順に尋問を行うことといたします。証人はご発言にあたり、証言を求められた事項の範囲を超えてはなりません。そしてご発言の際は その都度委員長の許可を得て、ご発言なさるようにお願いをいたします。なお、質問を受けているときは、ご着席のままで結構ですが、お答えの際は、起立してご発言を願います。この際、委員各位に申し上げます。本日は申し合わせの時間内で証言を求めるのでありますから、不規則発言と議事進行を妨げるような言動のないよう、特にご協力をお願い申し上げます。それではまず承認 籠池康郎君から証言を聴取します籠池承認、はいえー、まずこの度国会で陳述の機会を与えてくださいましたことを深く感謝申し上げます私は 真に日本国のためになる子供を育てたいという教育者としての思いから、今年の4月にみずほの国記念小学院を開校できるよう、これまで頑張ってまいりました。教育者としての私の思いにつきまして、安倍首相や昭恵夫人、大阪府議会の先生方をはじめ、多くの関係者の皆さんにご理解をいただきましたことは、今でも本当に感謝しております。その一方 多くの皆様のご期待を受けて舞い上がっていったところも私の中にございました。結果として、手続き上の便宜から設計士の助言に従って、工事請負契約書が3種類作成されたことや、幼児教育の現場において、指導の行き過ぎなど、もろもろの不行届が生じてまいりました。それらの不行届につきましては、自分の至らなさを認めますとと,ともに、 反省すべき点について反省し謝りたいと思います今後は行政のご指導いただきながら適切に改善を行ってまいりますしかし現在この新しい小学校を開設する手続きについては各方面から疑問が呈される中で弁護士からの指示で申請を取り下げましたこれまで応援して くれていたと思っていた方々が手のひらを返すように離れていくの目の当たりにして自分自身どうしてこうなってしまったんだろうという思いもあります本日はこの問題について私の聴取しておりますことと率直に先生方にお話しいたします真に日本国を支える人材を育てる小学校を作ることは 今でも私の夢でありますその名前については明治維新を担った多くの人材を輩出した消化尊術区のことが念頭にありました同じく長州出身で以前から私の教育理念に共感していただいている安倍首相に敬意を表したいと思いまして当初は安倍晋三記念小学校とするつもりで昭恵夫人にもご相談申し上げてご理解をいただいたものと思っておりました ところが後日、昭恵夫人から首相のお名前を使うことを遠慮してほしいという旨の思いし出がありましたので、小学校の名称は水穂の国記念小学院へと変更いたしました。昭恵夫人にも私どもの教育理念を深くご理解いただいているという思っております。昭恵夫人には3回にわたって幼稚園にお越しいただき、まして、えー、ご視察いただきました。昭恵夫人に、 水穂の国記念小学校の名誉校長に就任していただいたのは、平成27年9月5日にご講演を賜ったときのことです。そしてその9月5日、昭恵夫人は講演の控え室として利用していただいた園長室で、私との対面していただいたとき、同行していたお月の方に席を外すようにおっしゃった後、私と二人きりの状態で、一人でさせてすいません。 どうぞ、安倍心臓からですというふうにおっしゃって、寄付金として封筒に入った100万円をくださいました。昭恵夫人は全く覚えていないとおっしゃっているようですが、私たちには大変名誉な話なので、鮮明に覚えております。また、小学校の設立に関する大阪府への申請では、先にお亡くなりになられましたが、大阪府議会議長を務められた畑成明先生から頂戴したご恩も忘れられません。 畑先生には森友学園の幹事も務めていただくなどして、いろいろとご指導いただいておりました。畑先生は松井知事のお父様とも親しいお付き合いがあり、松井知事が維新会派を作るときにも、陰ながら助力されたということで、大阪府の松井知事は府にお近づいただけるよう、畑先生にお願いしておりました。そのおかげで、大阪府の当時の総務部長などにも説明させていただきまして。 小学校設置の認可申請では特別な取り計らいをいただいたたものだだと感謝しておりますただその後、大阪府の中でどのようなやり取りがなされたのかは伺い知ることはできません。松井大阪府知事や関係者の方からお話を聞いて、国会や府議会で真相を究明していただきたいと存じます。次に土地の取引について申し上げます。小学校の建設用地である あの豊中の国有地の存在については不動産屋さんから平成25年に紹介を受けましたこれは素晴らしい場所だと思い小学校のために土地を確保したいと思いましたその土地は国有地ということで平成27年5月29日に定期借地契約を締結いたしましたその土地の買い上げの条件として10年だったものをもっと長い時間へ期間へ変更できないかとの思いから 私たちの教育理念に賛同している昭恵夫人に助けをいただこうと考えまして、昭恵夫人の携帯に電話をいたしました。平成27年の10月のことです。留守電でしたのでメッセージを残しました。すると後日、内閣総理大臣夫人好きの谷佐子さんという方からご連絡をいただき、なかなか難しいとのお返事をいただきました。平成27 17年11月17日に 総理夫人付き谷彩子さんから頂い,いたファックスでは、大変恐縮ながら、現状では希望に沿うことはできない、なお、本件は昭恵夫人にもすでに報告させていただいておりますというお言葉をいただきましたが、お骨折りに感謝しておったところでございます。しかしながら、私は財務省の中でこの間、どのようなことが起きていたのか、詳しく存じ上げません。 秋江夫人谷さん財務省の関係者に詳しくその経緯を聞いていただきたいと思いますまたあの土地にヒ素や鉛などの有害物質があるということは契約上も明らかだったのですが平成28年3月に入って工事が始まってから新たに生活ごみが出てきましたその後工事を施工していました中道組に北浜法律事務所の酒井 安尾弁護士を紹介していただきまして、以降の取土,地土地取引に関する一切の交渉をお願いしましたところ、最終的に土地価格は8億円余りも値引きされた1億3400万円になったとお聞きして、想定外の大幅な値下げに、その当時はちょっとび,びっくりいたしましたが、売買契約を結びました。私は交渉の詳細については詳しく承知していないので、 値引きの根拠などについては、近畿財務局、当時の迫田理財局長、酒井弁護士にお聞きいただきたいと思います。なお、先日、私は大阪府への小学校設置認可申請を取り下げました。これは顧問弁護士だった酒井先生のご指示によるもので、私は団長の思いで申請を取り下げました。しかし、その後、何ら事態は改善することなく、 むしろこの問題で私だけを悪者にするような政府の要人や大阪府知事の対応を見て何かおかしいと気づき始めました財務省の酒井理財局長の命として部下の島田さんが10日間隠れていてと顧問弁護士の酒井先生から申し伝えられましたこともその時は何でだろうと不思議に思っておりました平成29年3月15日になってもうこれ以上関わることはできないと突然 顧問弁護士辞任の申し出をいただきましたが、私には何があったのか理解できません。坂井先生が財務省近畿財務局や大阪府とどのような関係があったのか、ぜひ国会でも聞いていただきたいと思います。この問題が国会で議論されるようになってから、私の妻のところに昭恵夫人から、ご夫妻が今、大変なことは想像つきますが、 主人にとっても大変なことに巻き込まれたということも理解いただきたいと思いますとか私がかかったということは裏で何かがあるのではと疑われないようにという口止めとも取れるメールが届きましたあんなに私たちの学校の開校を楽しみにしてくれていて考え方に非常に共鳴しているのです とか森友学園の先生の教育に対する熱意は素晴らしいという話を聞いていると、総理もおっしゃっていただいていたのに、どうしてなのか割り切れない思いです。私は純粋に自分の理想とする教育を実現するために、小学校設立に夢中になって走り続けてまいりました。その途中で多少無理をしてしまったことがあるかもしれません。でも 私が昭恵夫人や畑先生にお願いした先で、どのような対応がなされたというのは、本当に分かりません。閣議長時間ですで、ね、そろそろご意見をお求、はい、めください国有地の大幅な値引きなど、一連の経緯の真相を明らかにするため,でもためにも、私だけがトカゲの尻尾切りで罪をかぶせようとするのではなくて、まず私がこうして国会の場で正直にお話しさせていただきますので、どうぞぜひ、その他の関係の方々を国会に呼んで、事実関係をお聞きいただき、 真相究明に進めていいただきまますすよう心からお願い申し上げます以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、次に、委員長から籠池証人に対し、お尋ねをいたします。本委員会が3月16日に小学校建設予定地を視察した際、 証人は私たちの前で、小学校の建設費には安倍総理の寄付金が入っており、平成27年9月に総理夫人が後援会に来られた際に、安倍総理からの寄付として受け取ったと説明をされました。先ほどの証言でも、2人きりの状態で寄付金100万円の封筒を、100万円の入った封筒を受け取ったというふうにお話をされました。一方で、総理官邸はこの事実を否定しており、 双方の説明が食い違っております先ほどの証言も含めて、証人の発言は事実でしょうか、事実であるとするなら、どのような経緯で寄付が行われたのか、先ほどもございましたが、どのような経緯で寄付が行われたのか、受け取った現金をどこでどのように振り込んだのか、できるだけ詳細に受け取りの事実を示していただきたいと思います。加 籠池証人。籠池証人。え、今、あの委員長の方から、えー、ご質問をいただきましたが。えー、平成二十七年の九月五日に。昭恵、え、ご婦人に。当園において、講演会をしていただきました。その講演会を開催いたします前の。 ひとときの間、私の延長室で、えー、お話をおさせていただきました。その際、夫人の方から封筒に入りました。封筒に入りました。あ、えー、封筒をカバンの中からお出しなされまして、私に。えー 一人でさして、えー、申,し訳申し訳ありませんと、どうぞということでいただきましたで。その封筒をいただきましていいんでしょうかということで、少し上,上の方から拝見しましたところ、金、え、酢、ー、が入っておりました。その金は その引きをいただきまして、えー、これはいいんでしょうかとお,お,お伝えしましたところ、安倍晋三、えー、からですというふうにおっしゃっていただきました、そしてすぐに、えー、私はその封筒をいただきまして、えー、ずっとこう、机の演習を回りまして、職員室の方にまいりました。 その時いただいた時には、私と昭恵夫人だけでございましたが、えー、そのいただく前には、秘書の方も同席し、私の家内も同席しておりました。お人払いをされましたので、秘書の方が出られました、そして私の家内は、他かの事柄で退出をいたしました、2人でございました。 そここででいいいいたただということうございますその金子につきましては、えー、早々に職員室におりましたところの副園長の方に、えー、渡しました、いただきましたということで、えー、確認をいたしたということでございます。えー、その後その日は、えー、土曜日でございましたので、うん、中身を確認し、 そして、えー、100万円であるということも確認しまして、金庫の中に入れました、そして月曜日、すぐ近くの新北の郵便局の方へ参ったということでございます、その後私は金庫に入れましたところあたりからは、えー、伝聞でございますので、私が直接いたしておりませんので、えー、あとはその辺のところは、えー、聞いていただけたら。 よろしいんではないかなというふうに思っております、はい。はい、今あ、証人がおっしゃった、私がお聞きをした、えー、受け取った現金をどこでどのように振り込んだのかという点について、もう少しお聞きしたいと思います、えー、振り込み用紙の左側に、振り込み取り扱い表の振り込み委任なんというのがあって、そこに森友学園と証人の奥様が手書きをしたと。で右側についていてる 振込受領書の振り込み人欄は空欄のまま森友学園の職員に渡したと、これはあの籠池証人が直接ご説明をされているか、あるいはマスコミ報道等でお話をされている内容ですが、これが事実なのか、事実ならば事実だということだけお答えをいただきたいと思います籠池証人、はいあの。それは事実でございます。 それでは引き続きき続お聞きします、えー、証人のお奥様から振り込み用紙を受け取った職員が郵便局に持参をしたと、えー、こういうふうにあの伝えられていますが、これも事実でしょうか、事実かどうかだけお答えくださいはい、それも事実でございます。えー、そうすると、ですね、えー、職員が振込事業所の振り込み人欄に、安倍晋三と書いて郵便局に持参したと。 これも事実でしょうか籠池証人はいあのそれも事実でございます引き続きお聞きします、えー、職員がその場で学園の会計士に電話をしたら会計士は安倍晋三ではまずいとそのようにおっしゃったということですがこれも事実でしょうかえー、それはですねあのー 郵便局に参りまして、われわれの職員が書きましたときに、えー、職員室の方に副、えー、園長がおりましたもんですから、えー、そこから、えー、会計士の方に聞いて、えー、そしてそれはまずいということで、えー、郵便局によります食品に伝達したということでございます。えー、それでは えー、職員がその場で最初は匿名次に、えー、学校人森友学園と書き直したとで修正テープを使ってその都度消したとこれは事実でしょうかはいそれはその通りでございます最後にお聞きします短くお答えください小学校の認可申請から国有地の、えー、買い受け校舎建設に至る経緯によって政治的な関与があったのかなかったのかそれについて簡潔にお答えください 加古池承認、はい、こういう国有地の習得につきまして、えー、政治的な関与という内容についてあったのだろうというふうに認識しておりますままあさまざまな、えー、長短があろうと思いますがその都度その都度の場所で 政治的な関与があったのではないかというふうに思っております委員長からお尋ねすることは以上でございますそれでは籠池証人に対し質疑のある方は順次ご発言を願います西田昌司君、はい、自民党の西田昌司ですご苦労様です早速お聞きしますが今あの籠池証人は安倍総理の奥さんから 直接もらったというにうにお話になりましたしかし大事なことをおっしゃったのは、ですねそこには奥さんと2人だけだと、こういうことなんですね、で実は私はこの,あの質問する前に、奥様の方から事情を聞いております、そうすると、その日は当日はですね、2名のおきの方がおられたと、そして2名がずっとですね一緒に奥様とおられて、 えー、次の予定で出られるときには一人の方が出てですね電話連絡とあったけれどもその席を外したことはないとつまり奥様一人ではないとおっしゃってるんですよあなたの証言とは全く違うんですが事実じゃないんじゃないですか加古池承認、えー、そのお話は違っていると思います、えー、私とご婦人とそして秘書の方いらっしゃいましたが秘書の方は え直前にお人払いをされましたので、二人であります西田昌司君。はい、そうするとね、まあ、これはあの自立をどうやるかということですが、奥様もおられない、で夫人と二人だけだということになりますとね、まあ、この堂々巡りの話になりますが、とにかく私は、今のあなたの証言を聞いてましてね、要するに自分の都合のいい事実はそういう形で言えるけれども、それが事実かどうかということの証明ができないんですよ。で特に その郵当然ですね、えー、これはあの安倍総理からお金がいってないんですから、安倍総理の名前で振り込むことはできないわけなんですよね、で,できないのに、わざわざ、ねえー、その安倍総理の名前で振り込みをしようとした、その意図は何ですか。加古池承認 意図というものはありません。えー、と私は安倍総理の本当に、えー、大熱望者というか大ファンというんですかね、それでありましたから、安倍総理に迷惑がかかることはできるだけしないようにしないようにというふうに考えておったものでございます。従いまして、えー、安倍、えー、安倍昭恵夫人の方から安倍総理からですというふうにおっしゃったその段階で、あこれは、えー、やはり。えー あまり、えー、他の方と同じように名前を出さない方がいいのではないかというふうなことは認識したということでございます西田昌司君。それもちょっと納得がないんですねというのは、あなたはもともとですよ、ご自分でもお話になったように、安倍晋三記念小学校としてやっておるわけですよ、そして安倍晋三記念小学校の振り込み用紙でですね給付金を集めてるんですね、これ、どういう意味なんでしょう。安倍晋三の名前を使って 寄付をたくさん集めたいとそういう意図があるんじゃないですか加古池証人あそんなことはありませんやはりあの偉人である例えば吉田松陰先生とかのお名前を二戸稲造先生とかのお名前を幹部にするのは当然当たり前のことでありますが、えー、安倍晋三先生はその当時、えー、第一次安倍内閣を降りられて一衆議院議員でございましたんでね えですから、あのそれは、えー、安倍昭恵ご夫人を通じてどうでしょうか、えー、大丈夫でしょうか、この名前はというようなことを再三やり取りをしまして、その,段その間のことの中で、時に安倍晋三小学校という名前でしていきたいというふうな認識はしておりました。ただもうそれは、えー、平成27年 20いやもとい平成27年頃でしょうか、えー、ちょっともとい、えー、日にちのことはちょっとはっきりと分かりませんが、覚えておりませんので、えー、ですけれども、安倍昭恵夫人のから、それはちょっとね、もうご遠慮いただきたいということでございましたので、それ以降は使っておりません西田昌司君。いや、それもまた事実と違うと思うんですよ。そ、あのー、そもそもですね 安倍晋三記念小学校という名前でやることを、安倍総理はお断りになっておられたし、あの夫人の方もですも、ね、断っておられたはずなんです、あなたが自分の,です、ね、その目的、寄付を集めるために、安倍晋三記念小学校の名前で寄付金を集めたと、でしかもです、ね、これはあの、実はこの2月23日に、総理の秘書とあなたが電話をされています、でその電話はです、ね、ここにあの議事録があるんですね。 でこ,れはあのこれを公開したいと思いますけれども、夜いですよね、2月23日です、今年の2月23日、この事件が出来てからですね、えー、出てるんですよで、その中によりますと、要するに秘書官と話をしているときにです、ね、あなたが言ってるのは、この安倍晋三小学校の冠の部分はほんの一時、1日2日だけしか使用しておりませんと、決して安倍先生のお名前を、 活用しようとしたくて寄付金を使ったんじゃないんだとそういう趣旨を伝ってるんだけれどもそうおっしゃってるんだけれども実際にはこの寄付金がですよいろんなところに安倍晋三小学校の名前で寄付金のこの申し込みが出てるんですよ長い間そうじゃないんですか加古池証人、そんなことはありませんほんの一瞬でありますいやほんの一瞬でありますしたがいまして、えー、衆議院議員の時期の一瞬ですから その時だけでありますですから、もうお断りいただいた段階ですぐに焼却をいたしております、そのことは、えー、そのようなことであります、はい、西田昌司君。ちょっと発言が封じます、これすべて承認、主あのもう一度確認しておきますがあの、事実を言わないと、あなたが偽証に問われますからね、ですから本当、慎重に答えてくださいよ。我々は、その何年もこれが使われたという事実を掴んでおりますので、あなたが今言われたということを、 我々はこれあの、そのまま受けあの認めるわけにはいかないんですけれども、偽証だということに言われてしまいますよ、それともう一つは、もう一つはですよ、この籠池さんとの会話、この2月23日、14時43分からのやつがありますが、これはあ,のあなたに、これ、指針ですから、ね、一応ね、許可を得て、あ明日の委員会でも私、出したいと思うんですが、いいですね。事実いいいじゃないですかい籠池承認ちょっと今のこと もう一度お願いできませんか西田昌司君要するにですね、要するに、籠池さんとの,あの会話を記録をしております、文字起こしをしております、で今年の2月23日、ね、でそれをあなたがあの、あなたの証言と今のうち食い違ってますから、これをしっかりですね、あの文字起こしをして公開をしたいと思いますが、よろしいですね籠池証人。 えーっとどんなものかをお示していただかないとわからないです。えーとそれを出していただかないとわからないんで、はい。ただいまの件につきましては五国理事会で協議をさせていただきます。止めないでいこう。それはそうです。ちょっとちょっとあの早急止めて時間止めてください。 西田昌司君。ですから今のこれ五国委員委員長の図るんですがどうなるんですか。これの整理だはっきりしてくださいよ。籠池証人、えー、あの先ほどの質問について、えー、その西田あほのの方から、えー、出していいのかどうかと、えー、それみ見ていないならダメならダメだというふうにご証言をください。籠池証人、はい。えー、っとそれは別議員ですからあのおやみいただきたいと思います。 西田昌司君。拒否をされると、その拒否される理由がわからないんですが、あとでとにかくですね、調べてください、それと、もう一つ言いますが、もう一つ言いますが、あの夫人にですね、あなたは何か小学校の改正について頼んだと、で、安倍総理には頼まれたんですか、安倍そで夫人に頼まれた、その辺のことをもう一度、自立関係言ってください。夫人が3回来られたけれども、小学校改正について便宜を図っていただくように、夫人に頼まれたとおっしゃっていました、さっき、それでいいんですか。加古池承認 えー、安倍総理の方には、もうお直接一切お,、えー、お願いしたことはございません、安倍昭恵夫人を通じて、えー、いろいろなことをご相談申し上げたことはあります西田昌司君。相談したのと頼んだのとは全然意味が違うんですよ。ど何を相談したんですか、じゃあ、日本語の言葉というのは、言葉のあやがありますから。 その,あの相談したという中にお願いしたことも当然含まれるわけであります西田昌司君。だから何を頼んだんですか。籠池証人。みずほの国記念小学院のについてこの、このような副特本はどうでしょうかとか、お見せしたこともありますし。 こういうふうなカリキュラムですけどということをお話したこともありますしまあ、一つ一つあの教育的なことをお願いしたということでございます西田昌司君わ、はい、かりましたですからあの解説について頼んだということではないということだけ確認しましたそれでですね、えー、次に行きますがもう一つあなたはですね参議院の予算委員会が16日にありましたねで当初あなたは出てこないという ご予定だったんですけど出てこられて、その後ですね野党議員だけを集めて、自宅で,ですねお話、会見されてますよね、とこが非常にですねあの中身がわからない、なぜ野党議員だけを集めて、そこで話をするとかいうことをされるんですか、なぜ予算委員会とか、その開かれた場、当然、与党側もそうですけれども、その野党委員だけでやってるんですか。 非常にそこは不公平感を私感じる、不透明感を感じるんですよ、なぜ野党委員だけであったんですか加古児島県証人が補佐人に助言を求める際には、その都度委員長の許可を取っていただきたいと思います。はいはい おこしなったあことについてですね、あの私の方から、えー、別に、えー、拒否をすることもありませんから、ですから、えー、その先生方にお,あのお入りいただいたということですが、何か問題があるんでしょうか西田昌司君。あなたが招いたのではないんですね。 籠池証人、はいあの私が、えー、お招きをしたということではございません西田昌司君じゃあなぜあの方々が四人集まって一緒にその時間でできたんですかねどういう打ち合わせでいけたんですか籠池証人、それは私が知るところではございません西田昌司君まあこの辺も不,明不透明なところありますがその時にその時に皆さん方の野党の皆さん方 真面目にやってくださいそのときにメールをですね、夫人の方から、昭恵夫人から奥様とのメールに入れたのがあるという話で、あの先ほどもありましたけれどもね、あの野党の皆さん方にそのメールを見せられましたか籠池証人。それは記憶にございません。はい、えー。私がしたことではありませんので、私の記憶にはございません西田昌司君。 まあこれもですね今、メールのやり取りがあちこちでまあ報道なんかに出てるんですね、私も実はあの総理の奥様から許可をだいて、メールを文字起こして全部持っております、これは誤解のないように、これもあなたの奥さんのメールですから、あなたの直接ではないけど、ぜひここでですねあなたの責任で、このやり取りのメールをですね一覧、総理は公表したいとお話になってますから、あなたも奥さんに公表させたいと。 いうことでご了解言いたいと思うんですけどいかがですか。加古池証人、参考にご意見求めるんですね。分かります。協力します。はい、加古池証人、えっとそのメールの内容についてはえー、私は家、えー、内の分ですけど。 私はいいと思っております、はい、西田昌司君。ですから、まあ、これは事実関係をね、えー、明日の予算委員会でも私はあの出したいと思います、今、承認いただけましたから、それで、あの私はですね、まあ、この今の問題でも、ですねまず総理の話で言いますと、このカタップは総理は絶対もらっていない、奥さんもらって、私いないと、私いないとね、おっしゃってるんだけれども、密室の中で2人だけで渡したんですと、そういうことを言われると、 これはっきり言いましてね、私とあなたは初めて会いましたけれども、仮に西田商事の名前で100万円もらいましたという話も、そういう振り込みを書くこともできるんですよ。ね、だから、そのこと自体がですね全くこれ、証拠にならないし、そしてそもそもですね私がなぜそういういこういう話になってきたのかという背景を考えるときに、私はどうしてもね、あなたが今回のですね本質は、 寄附金をを集めてててて小学校を立てていこうとされてきたんだけれどどもそのの寄附金ががですね集まるのが大変しんどかったと思いますよでだから、当初は安倍晋三小学校という名前でやったし、安倍さんの名前で募金があったということにすると、ですよ非常に募金の集まりもいいでしょうで、そういう形の思いがあったんじゃないかと、でところが現実問題、まあ、安倍さんの方からこれは拒否されたので、それではまあ長い間使っておられたようだけれども、途中でやめられてるんですけれどもね。 その寄付金集めのために、安倍さんの名前や、それから著名人、それから何よりもですよ、皇室までいろいろ使っておられるじゃないですか、であなたは例えば皇室との関係があって、ですねなんか森友あの学,院に、えー、学園に陛下が来られたように書いておられるけれどもね、あのそういう事実ないでしょ。籠池 ご皇室の方がおいでなったということはございませんので、えー、私の方がそういうふうな書きぶりしたことはありません、そして先ほどのことですけれども、えー、安倍晋三記念小学院というのは、本当に当初の当初だけでありまして、先生おっしゃるように、あの逆のイメージもあるわけでございます。従いまして、寄付金集めにそれを供したということではなくて、逆に寄付金集めの場合でしたら、安倍晋三記念小学院という冠はいたしません。 西田昌司君でもう一つ大事なのは、要するに講室の方が来られてないと、ね、だから、しかし、あなたのホームページにはね、載ってるじゃないですか、本院におごご意見をあったと、見受けがあったという話をね、書いておられるじゃないですか、これ、どう説明するんですか籠池証人あの。恐れ多いことですから、そういうふうな書きようにはなっていないと思います。で、えー えー、私は天皇国日本という、えー、考えの下で、ご皇室を敬愛、そして、えー、お守り申し上げないかんという気持ちは今も一緒でございますので、えー、もういかなる政権が立っていこうとも、天皇国日本であればそれでよろしかろうというような認識は今も持っております、従いまして、そのような、あのー、私自身がそのように指示をし、あるいは私自身がしたということは決してございませんので、言っておきます。 承認、えー、に申し上げます、承認が補佐人に助言を求める際には、挙手の上委員長補佐人に助言を求めたいと存じますとお述べください、西田昌司君。まあこれは、籠池さん、あなたそうおっしゃったけれども、歴然と事実として、ホームページに出てますから、皆さんが見ていただいたら、どちらがでたらめ言ってるか、歴然とします。それで問題の本質に行きますで、今回のこの事件はですね、あの新聞、まあ、テレビ、今日もたくさんありってますけれども、報道の。 見てると全く論点が私の目から見るとずれてるんですよ、要するに政治的関与であの安い土地を売ったとかね、まあ、そ,のそれから、えー、総理との昭恵、えー、夫人との関係があったとか、そこで排除があったとか言ってるんだけども、そうじゃなしに、これはもともと大阪であなたがですね小学校を建てようとで、あそこで建てようとした、その計画そのものにですね私が無理があったんではないかと思ってるんですよ。でそれは何かとというと今日ですね えー、ニュースでも出てましたけれども、あなたが工事を発注した藤原工業さん、そこがですねあなたのその保育園、えー、幼稚園含め、ですね、えー、仮差し押さえ、私も当本挙げてみました、やっ3月15日、されてますよね、で億11億円が工事費未払いだったということですね、と,と,ということですね、でなぜ未払いになってるんですか。人 えー、そもそも、えー、認可適当というものを大阪府うの方でいただきまして、えー、それから国有地の方を定期借地で契約いたしましたその後藤原工業と契約いたしましたから、えー、そ,のそれからどん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 工事が進んでいったということでありますで認可適当というものはこれはすごい大きな担保でありまして 今までに認可適当というものをいただいて、認可されなかったことはないように聞いております。それが、えー、地方政府の大阪府の中で、えー、いつの間にかどういうことがあったのか、私、分かりませんが、えー、認可をさせないというふうな方向に進んでいっていったように認識いたしております。そのの結果、えー、3月の11日 10日11日、えー、認可取り下げをいたした経緯につきましても、えー、大阪府の担当官が前日に、えー、水ずの国記念小学院の建物を視察し、そこで私との話をすることになっておりましたけれども、あのそれが、えー、うまくいかなかったそれで取り下げをした結果ですね、えーはい、結果、えー 銀行の取引の方の約定もできなくなって、今に至っておるということであります西田昌司君。ということはですね、11億円は銀行から借り入れでお金を借りて払うと、こういうことだったんですか当然、えー、寄付金とお、そして、えー、銀行からの借り入れもあったというふうなことでございます、はい、西田昌司君。 あのね、これが一番大事なポイントなんですよ、あなたの事業計画をここで教えてほしいんです、つまり、もともとですね、もともとこの小学校を幼稚園がやることについては、まあ、大阪ではできない形だったんだけども、あなたの働きかけで規制緩和がなって、幼稚園にも道が開かれたと、でしかし、道は開かれたんだけれども、これはですね新しい幼稚園、小学校を作るには莫大なお金が要りますね、でそのお金をどうやって手当てするんだと。 いうことが進学審議会でも一番の焦点だったわけですよ。それはあなたはどういうに説明されてきたんですか。加古屋くん、え、申しあ、おっしゃってください。被任にあの意見を求めたいとおっしゃっておっしゃってください。はい。意見を求めたいと思います。了解します。止めて。こうやって止まらないで。なんで？止めない止めない止めなそんなに時間かんないから止めない。 止めない籠池承認。えっと、それはですね、あの大阪府の方に書類を出して、ご審議いただいた、そのままのところに入ったとおりのことでございます西田昌司君。じゃあ、あなたがそういうふうにまあ証言拒否をされるんで、私がですね、あの大阪府のこれ、私学審議会の書類、これを朗読しますね、そうすると何が書いてあるかというと、要するに当初から、ね、この財源があるのかと。 それを常に危惧されてるんですよ危惧されてるんですけれども、その中で、えー、こういうふうに出てますね、あのこの今の現代のこの幼稚園の方ですけれどもね、今、幼稚園の方でも借りているお金が、これを逃げされてますけれども、あると書いてあります。これ何億かあるんでしょうね、これね。で、そして、その中であの、今借りている負債の償還はそれでやっていくんだけど、今回立てることにつきましては、負債を増やすことは考えておりませんので、 召喚計画はこのままでいいですと、要するに、新たな借り入れはせずに、寄付でやるということをね、これ、言ってるんですよ、大阪府の審議会の中で、私学課が言ってるんですよ、あなたはその言ってる通りりだと言ってるんですから、要するに寄付金だけであるという意味でしょ。 えー、拝見しておりませんので、中身が分かりません、えー、はい西田昌司君。あのね、要するに、今回の問題の核心はここなんです、つまり、今現在も、あ失礼ながら、あなたの幼稚園ですね、保育あの幼稚園ですね、あの森友学園、塚本幼稚園、でここ,ここにも今現在ですね、小学校を建てる前から負債はあったと思いますが、何億円ありましたか。 幼稚園の建物、そして、えー、土地を購入するのに、えー、約3億円ぐらいだったと思いますけどね。はい、西田昌司君3億円の負債が残ってるんですよ、そして総資産枠っていうのがありますね、でこれ総資産、一体どれぐらいあなたの保育園、幼稚園はありますか、学園全体で。加古池理事長 ちょっと今、はっきりとはあの、覚えておりませんけれども、はい、西田昌司君。まあ,あの、想像ですけれども、これはあの私学の場合はですね、要するに30%基準がありますよね、だから30%を超えてたらできないということですから、おそらく3億円の借金があるということは、まあ、10億円ぐらいの総資産があったというふうに認識されますけれども、そうじゃないですか。加古池商人 えーえー、そうですね、そのような感じですね西田昌司君それが幼稚園を、小学校を作る前の財政状況なんですよ、さて、ここでですよ、次、小学校を建てようと思うと何が出てくるかと、でこの小学校を建てるのには、ですね、えー、あなたは大阪府の審議会には7億5000万だと、こういう形で出されたんですけれども、今回、発注したあの藤原工業さんは、15億5000万のこの支払い金額だったと言ってますよね。 だから実際には15億5000万かかったということでしょ。お3人と話すことを認めます。加古池人えー、それは、えー、刑事訴追を受ける可能性がありますので、お答えすることはいたしません西田昌司君。まあ、そこで一つ大きな疑問が残ったままでありますが、事実としましてね。 15億5000万の借り差しをされていますそれで、あなたがもともと出した7億5000万で、これで小学校を建てようと思いましてもね、ねもし7億5000万が正しいとしましても、ね、それしようと思ったら、一体その7億5000万は、どうやってお金を工面するつもりなんですか川脇承認。えっと、それはですねあの、建物を建てていくうちに、寄付金も当然集まってまいりますし。 えー、時系列的にやはり潤ってくるというふうに思います、でしかも、おなんていうんですかね、あのー、資産価値というものが当然ありますから、えー、当然、えー、資産の価値を再評価することによって、高まっていくことも当然ありますので、はい、西田昌司君。これ全く意味不明なんですね あ,のあなたもご存じのように、そもそも小学校を新たに作る場合ですね、作る建設費用のは3分の2しか借金できないんです。でこれはもう大阪府の私学審議会の中で、それ基準になってるんですよ。7億5千万の3分の2って五5億ぐらいですよね。ど要するに、5億円分しか借金できないんですけれども、ね、とだからそのほかのは当然のことながら、寄付金で集めなきゃならないんです。ね、で今あなたが あなたがこの7億5千万のじゃ11億、15億5千万の藤原工業の支払いをですよ、払ってるのが結局5億しか払ってないということですよね、11億残ってますからね、今、まあ、4億5千万か。と,ということあなたが集められたお金っていうのはね、4億5千万しか集まってなかったということ、そういうことじゃないんですか。人えーっと、えー 私立,私立の小学校、中学校というのは施設整備補助金が全くありません。高校、幼稚園とか大学と違って、全くありませんですね。で、この中で学校をつくろうというのは、かなりの懸命の努力がいるわけです。で、私どもの内部留保の資金と、そして、えー、ご寄付をいただくその資金によりまして、えー、7億5000万ぐらいの枠であれば30、30%という資金は、 きちっとできるというふうに認識をいたしておりましたので、それで可能だったというふうに思いますまた、えー、いろいろなあの、なんていうんですかね、空調の関係のお補助金とかいうものも、おはい、そうですね、はい、以上です。西田昌司君。私は、領収書が、あの契約書が3通あった話はもうね、あなたき、あの証言拒否したんだから言ってないんですよ。そなに、 資金繰りを聞いてるわけですもともと小学校を建てようと思うと、莫大な自己資金がないとできないんですよ。と,ところが今、あなたはね、自らおっしゃったように10億円、10億円の総資産があるけれども、3億円の借り入れが幼稚園ですにあったわけですね。そこからプラスアルファ、この15億5000万、今、藤原工業がですね支払いしてくれと言ってる、そのだけのお金をですね持ってたら、私学審議会でも OK ですよ。ね、ところが持ってないなから ね、これ、今回、払えなかったんです。ね、だからこれは認可が、適当が取り下げたからとか、この騒動でどうなったかという次元の話じゃないんですよ、初めからお金がないんじゃないだからそこが、そこがこの問題の本質だと言ってるんですよ、だからあなたはそのどれだけのお金があったんですか。ど,こどれだけのお金があったんですか加古池少人 この問題の本質を審議していただいているのは、そこにどのような口利きがあり、どのようなことがあったかということでありますから、議員のおっしゃっていることは、的外れていると思います西田昌司君、あのね、それじゃあ、あの口利きがあったとっいうんだったら、どういう口利きで、これが、このね、お金の、お金があの調達できることになってるんですか。どういう,どう,いう仕掛けで、どういう口利きをしたら、これ、お金が集まるんですか。 して確認証人口利きがあったということがこのお事件の発端のとこだったと思いますで口利きです口利きというものがどういう類の口,口利きだったのかということになってくると思うんです、えー、と私はですね、えー、この土地が出てまいりましたときに あいいものが出てきたなということは、先ほど申し上げましたですね、えー、従いまして、近畿財務局にお願いをしに行った、でも行ったけれども、一、民間の人間が行くだけではどうしようもありませんので、やはりそこは、何というんですかね、ご紹介をいただいて、行かせていただいたということですね、その後はもう、あのアヒルの水かき運動のごとくですね、何回も何回も何回も行かせていただいて、 えー、しかも定期借地になりましたけれども、その定期借地もおやはり高い金額で、高止まりで、えー、結果としてはなっております、で本来、口利きがそこでありましたら、引く止まりになるんじゃないでしょうか、えー、あまり高,く高いところで止まっておりましたから、えー、口利きのおということは、えー、そういう点ではなかったんだろうというふうに思っております西田昌司君。だから今または意味ががからないです口利きが あったのかなかったのかではなかったんですか、私の方は、えー、口利きは、口利きというもの自身、えー、皆さん方が思ってる、えー、お金を呈しての口利きというものはなかったというふうに思ってます西田昌司君。はい、それはそうだと思いますよ、あの口利きでどうのこうになるんじゃないそれよりも一番問題はね、籠池さんね。私は あのこの私学審議会のこの審議録を見たりしてね、それで非常に疑問に思ったのは、こういうことなんですよ、私、実は税理士やってるんですね、税理士やってると、まあ、あの幼稚園はないけど、いろんなそういう社会福祉法に始めね、顧問先ありますよね、新たな事業をやっていくとか、やるときには、当然、どうやってお金があって仮です、仮にどうするかという事業計画を見てね、じゃあ、これ、社長いいですよと、理事長いいですよと、これやりましょうと、こういう話になるんですよ。ところがあなたの このね、今今の日のこ状況を見てるとね、の志はね、良かったのかもしれないけれども、要は、お金の手当ができないままに、どん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 この話をスタートさせてるんですよ、ね、でそしてそれを本来でしたらね、大阪のこの,しあの私学審議会、ここで審議の委員がですよ、再三にわたってこれ、危ない、どうするんだと言ってるんですよ。ところが、言ってるのに、先ほど言いましたようにね。 このあなたが言ったかどうか知らないけど、少なくともここに書いてあるのはですよ、事務局側がこう言ってるんですよ、今回立てることにつきましては、負債を増やすことは考えておりませんと、自分の要するに自前のお金で立ちますと、だから、だから、この今回ですね,ね、条件付きであるけれども、認可適当となったんですよ。だから初めの計画がかなりむちゃくちゃだったということじゃないですか。 えー、当初から、えー、価格が高騰していったということは当然あろうかと思います、でもお今、建設を始め,始めますときには、えー、同じ条件の中で高いもの、高いも上質のもの、殺害、えー、するときは委員長に許可を求めてます。 えあのそういうことではない、ではどういうことか、もう一度言ってください。西君<の><直>要するにね、駕籠池さんね、あなた、弁護士さんか、いろんな方と想定問答されてきたと思うんだけれども、全くそういうこと聞いてるんじゃないんです、私、もっとそもそもの聞いてるんですよ、ね、7億5千万でたったと、立つ予定だったでいいですよ、ね、出したのはそれでやってるんだから、だったら7億5千万がなければいけないじゃないですかということですよで、7億5千万があるんだったら、15億の請求されたら、少なくとも7億5千万は払えるじゃない。 なんで11億が未払いになってるのと、つまり7億5千万のそのお金すら集まってなかったということでしょ、小池承あそれは違います、7億5千万は集まってます。はい、7億5億五千万のお内訳につきましては、えー、当然のことながら、われわれの方のおいわゆるう軍資金と、そして、えー、軍資金というんです、建設資金と。 言いますけども、はいえー、それが、えー、高まってきて,る来ておったということは、えー、否めない話だと思います西田昌司君、まあ、あのだんだん時間なくなってきたんでね、あれなんですけれども、要するに、私はあのこれ、せっかく今回はね、テレビもたくさん入ってますから、言いますけれども、問題のポイントを皆さんがつくの間違ってるんですよ、もともと、もと,もとですね、無理な計画で、立てるとき自身に、ね、大丈夫かと言ってるんです。 でそれが認可されたこと自体が問題、そして今となっては、大阪側がですね、なんで認可、これおかしいということ言ってるけれども、これはしっかり大阪側でしっかり調査していただきたい、それと土地の取得については、ですね初めからこの建てるときには土地の取得関係ないんですよ、低地策事件で建てる認可ついやってるんですからね、土地買う話は全く後の話なんですよね。だから この土地の話、なん、ねま、で安くなったかということは、ちょっと時間なくなったんで、あと後半は、です後半の衆議院で、私の同僚の話議員がね、ここからしっかりあの質問しますが、要は、問題のポイントは初めからですね、これ、ならないものがなってしまったということですよ、それで、あなたもおっしゃったようにね、結局、2階に上がって、梯子ご外されたというように思ってるんじゃないですか、ね、そうでしょってすで、最後に、じゃあ、時間終わってますので、籠池翔に短くお願いします。はいはい はいあのーえー、そうですね、もうく,じくぶくりん出来上がってて、えーたか、高桁を外された、はしご段を外されたという思いですね、大阪府松井知事というふうに思ってます。 福山哲郎君、えー、おはようございます民進党新緑会の福山哲郎でございます、えー、承認におかれましてはこの場にご出席いただきありがとうございますまたずっとこの予算委員会で参考人招致を、えー、それぞれ、えー、役所を含めて求めていた立場から言えば籠池承認一人の承認関門では全貌,全貌解明には結びにくいと 考えております他の当事者の参考人招致をずっと拒否し続けてきた、えー、自民党・与党に強く抗議するものであります、まず冒頭、そのことを申し上げます。えっと、先ほどの、えー、籠池証人の陳述でございますが、えー、我が党にまお願いしてて、党として、即記録を間違えてはいけないので、即記録をお願いして、今、僕、手元にあります。 でうん、あまりにも生々しくて、えー、具体的な名前がたくさん出てきたので、ちょっと想定外の質問もあるんですが、まず気づいたことからお伺いします。えー、安倍昭恵総理夫人との関係をはじめ、まあ、あれほどの証言をされたことに関して、この場が証人喚問で虚偽の陳述をした場合には、偽証罪に問われることを、えー、加古池商には認識した上で、 先ほどの10分間の証言をされたということを再度確認をさせていただきたいと思いますが、それでよろしいですね。籠池川証人、おっしゃる通りです。福山哲郎君、えー、次にまあ少し驚いた下りがありました。ちょっと最初に確認しといた方がいいなと思いまして、えー、っと。 私たちの教育連に賛同している昭恵夫人に助けをいただこうと考えまして、昭恵夫人の携帯に電話をいたしました、平成27年の10月のことです、えー、留守電でしたので、メッセージを残しました、すると後日、内閣総理大臣夫人、夫人好きの谷紗恵子さんという方からご連絡いただき、なかなか難しいとのご返事をいただきました、えー、これは、あの谷紗恵子さんというのは、夫人好きで、えー、横についていた、 えーまあ、秘書というか、総理大臣好きのスタッフという認識で、えー、再度確認させてください、よろしいですか籠池証人、おっしゃるとおりです福山哲郎君、えー。この27年の10月ということは、講演で、まあ、100万円の授受が事実かどうかは僕は分かりませんが、講演納豆の直後ですから、 えっと幼稚園にも行かれたことのある総理大臣夫人あ総理大総理夫人好きの方というふうに認識してよろしいですか。加古屋家少任。申し上げるとおりです。福山哲郎君委員長。一応今あの西大院の時に私確認したんですけど確かに経産省から谷菜子さんという方が内閣に出向している記録はあるようです。 しっかり確認しなければいけないと思いますが、そうすると、まあ、お願いをして、まあ、ファックスで現状では希望に沿うことができないということは、希望が相手に伝わって、ファックスやり取りを、まあ、やり取りというか、何回か分かりませんが、あのして、昭恵夫人にもすでに報告をさせていただいておりますというふうに先ほど言っておられますけど、これはいわゆるその国有地の問題についてのお願いをしたということですか。 証人。加古池承認そうでございます。福山哲郎君これ、結構重要な問題なんですね。それで、あのお願いをしたのは、このとき一回きりですか、それともこうやって電話でお願いをしてるすに残して、例えばですよ、動いていただいて、返事が来るような状況ということは、複数回、こういう形のやり取りを昭恵、えー、夫人と、まあ、どなたか頼んだんだろう。 かかは書いてあるかな携帯に電話したのか、誰にか携帯したのかは、先ほど言っておられないので分かりませんが、えー、複数回、こういうことのやり取りはあったという認識ですか電話をいたしましたのは私であります、えー、そしてそのおやり取りというのは、そのお国有地のことにつきましては、えー、その一回きりだったと。 いうふうふにいい記憶しておりますが福山哲郎君これただですね、電話のやり取りも、えー、と残念ながら証拠が残りません、それから、えーまあ、ファックスで大変恐怖症が現状では希望に沿うことができないということも、今、口頭で言っていただいたきりなんですけれども、何らかこのことについて、えーまあ、証明できるものとか、 証拠みたいなものが、これ、終わりですか。加籠池証人。えっと、いただいたファックスが残っております。はい、福山哲郎君。え、この子の、えー、谷。総理大臣。好きから、来たファックスが残っているということですか。加籠池証人。おっしゃる通りです。福山哲郎君。 えっと内容については先ほどの真実ではありませんでしたので、まあこの場でもしあの内容について紹介できるものがあればあの紹介いただければと思いますか。加古屋証人、はい、捜査していただきます。福山哲郎君、今口頭でちょっとどんな内容だったか言っていただけるばと思いますか。加古屋証人、あ、補佐人はあの。 あの委員長の許可を求めてください。じゃあ、お三人の、はい、は話すちょっと長すぎるね。あの、速記を止めてください。時間を止めてください。 内容にいたしましては、ですねじゃあちょうど定期借地が終わりました、あ契約しましたころ、えー、でありますので、えー、買い受け特約10年がついておりました、でえー、10年よりも、えー、ちょうどその時期に、えー、介護施設については50年の、えー、特約がつくというふうな。 ことが、えーえー、言われておりましたんで、えー、そのことを介護施設ではあるんだけど、学校法人ではどうなんでしょうかというふうなことをお,お聞きお願いしたということであります。で、その結果、それは、えー、今のところ、学校法人は無理だということであったというふうなことであります。福山哲郎君ということは、実際、安倍昭恵夫人にご連絡をしたら、 谷さんという総理大臣夫人好きから、ファックスで返事が来たということですね。ということは問い合わせ等をそれぞれの、えー、近畿財務局なり、まあ、僕は分かりません、どこに問い合わせをしたか分かりませんが、そういうことをしたという形跡があるということですね。はい加古池承認、はいそそののととおりです福山哲郎君まあそのファックス持ってらられるということならば まあどこかで提示をいただければと思いますが、今日お持ちではないということなので、これはまあ非常に大きな一つの、ちょっと私はびっくりしたんですけど、えー、もしこの時期に総理大臣夫人好きが、各役所に問い合わせ等をしていたとしたら、それはこの時はひょっとして、昭恵夫人は名誉校長ですか、ひょっとして。 池池承認はいいそそそうううでございます福山哲郎君そうそう名誉校長で総理大臣夫人好きの秘書官、秘書官というか、夫人好きの方が動いたことがあるということは、まあ、非常に大きなことだと思いまして、ちょっと僕も面食らってますが、あのこれはまあ,ある種、あの忖度が働いても仕方がない状況もあるかなと思います。 それからもう一つ、100万円の事情ですが、先ほどかなり詳細に言っていただいて、西田委員からも反論がいろいろあったんですが、えっと、あの娘さん、幼稚園の職員か何かをやられている娘さんが、インターネット上ではです、ね、なんか玉座の間という表現があるんですけれども、今日は、えー、先ほどの私、記憶で延長室と言われたと思うんですが。 これはちょっとずれてるので、あのこのことの事実質関係はどちらが、えー、その100倍の住所があったかどうかは別にしてあの、籠池証人の認識はどちらなんでしょうか、今、メディアに流れてるのと、今日の証言がちょっと違うので籠池証人。えー、延長室でということが正解であります福山哲郎君。実はあのその 娘さんのインターネット上のインタビューとかですと、安倍総理からお金をもらいましたよと言って、職員の方に持ってって、みんなで、えー、応援をいただいたから、頑張ろうねみたいなことを言い合ったというようなくだりがあるんですが、ということは、幼稚園の職員さんもその認識は終わりというふうに思っていいですか。加古池人あもちろんそうです、はい、福山哲郎君 えー、10万円を講演料として渡したという話もそのときにあります、その事実はいかがですか。10万円の講演料も、おもう先に用意しておりましたので、えー、その100万円をいただく前に用意しておりまして、えー、そしてもうご,ご講演を終わらて帰るときに、お買いのときに、えー、お渡しをいたしました。 えー、お菓子のお袋にその封筒というか十万入っております封筒をに感謝という,う名を入れましてそして、えー、お持ち帰りいただいたということであります福山哲郎君それはご本人にお答お菓子の袋を渡しされたわけですか僕らの感覚で言うとですね総理大臣好きがいたらその好きの方が 藤谷、総理大臣夫人好きの方がいらっしゃって、その方が、まあ一般的に言えば、荷物全部持つというふうに思うんですけど。一旦とにかく、昭恵夫人にお渡したということですか。加籠池証人。えっとね、その辺は、あの、少し記憶が、はっきりとしておりませんので。えー、ちょっと申し訳ございません。福山哲郎君。今の百万円の自受の件も、十万円の公営の、の件も。 昭恵、えー、夫人も安倍総理も否定をされています、正直申し上げて、私はどちらが事実か分かりません、えー、ただ、なぜ今になってこのことを、私は予算委員会のメンバーと小学校の建設地にお伺いをしました、で与野党のメンバーの前で籠池証人がそのことを言われたわけですけれども、なぜ今になってこのことを公にされたのですか籠池証人。えー 大なあのすごく私の胸の内を語らないといけないんですが、えー、当初から私は安倍晋三先生に対して敬愛以上のものを持っておりました、えー、保守の人間であります、えー、ところがあの、この2月8日にこの事柄というか事件が勃発いたしまして、えー、財務局の方あるいは国の方向性も見ながら、えー、見ておったんですが、 なんとか、えー、政府の方がうまく対応していけばいいなというふうな思いを持ちながらしておったんですが2月のいつでございましたか23日にですね、えー、テレビ中継の中で、えー、安倍首相の方が、えー、籠池さんは、えー、なんていうんですかしつこい人だというようなことを、まあ、おっしゃっていただいたんですが初めのうちは。 あのそういうこともまあまあ、まあ、そういうこともあろうかなと思っておったんですけれどもただ重要なことはあの我々が一生懸命この学園を作り上げようとしておりました時にまあ私としましてはご助力いただいているもんだというふうに認識しておりましたからところが途中、えー、2月の8日のあの事件が勃発後ですね手のひらを返すように、えー、この学校の潰しに,になってきたということで。 えー、ありましたんでこれはちょっと私自身も、えー、のー財務局の土地を買い求めた時には何かクーッと乗ってるような気がしましたが後にに翻、えー、ってこの U ターンというんですかしてきました時にあらどないなってんのかなと何が動いてるんかなどういうふうにこれがなってんのかなというような気持ちがしましたので、えー、もうこれをちょっと解明しないと。 国民の皆様にも非常に申し訳がないし、国民の皆様でも何か不可思議な力が動いてるのかなと思って、というふうに思っておりました以上です福山哲郎君。それで今の時期に公にされたということですね。うん、なるほどえ、実はですね、さっきの,あの証言がいろいろ確認しなきゃいけないので、僕も前後してるんですけど、えっと、メールのことです。 えっと、私が関わったということは、裏で何かがあるのではと疑われないようにという口止めとも取れるメールが届きましたと、先ほど言われています、これ、昭恵夫人から、えっとえー、私の妻のところにということでございますが、これはいつぐらいにこの問題が発覚した後だと思いますが、それはいつぐらいに届いたメールでしょうか籠池証人。え メール自身は存在しておりますので、それを見ればわかるんですが、大体2月の、うん、18以降、25日ぐらいいままでの間だと思います福山哲郎君。これ、かなり頻繁に、えー、籠池証人の、えー、妻でいらっしゃる方と、副園長かな、副園長と昭恵夫人はメールのやり取りをやられてるということですか。籠池商人 えっと確認しました、2月中は22回ほどで、3月中十15、6回はさせていただいてたというふうに思います <laughs> 福山哲郎君。2>, うんあのまあ、2月、3月三月のはこの問題が発覚してです、ね、非常に注目されているところで、こういうやり取りがあるというのは、ちょっと実は私も驚きなんですけど、ちょっとさっき聞き忘れたんですけど、 昭恵夫人の携帯に、その先ほどの依頼も含めて、電話、それから他のことも含めて。先ほど、あの、国立関係はこのことだと思いますけど、他の教育関係のことの相談はっておっしゃってましたが。携帯電話でも頻繁にやり取りする、中だったということですか。加古池証人。あの、当初私とであったんですが、やはり、あの、家内の方と。女性同士ということなんでしょうか、あの、そのような会話の方も。 頻繁にあるということでございます福山哲郎君委員長、えー。実は私は残念ながら先ほどの今日陳述にあった大阪府議会の畑先生というのを存じ上げませんお話を聞いてもなかなかわかりませんただ大阪府側がですね鶏と卵で 大阪府の審議会と財務局、近畿財務局の間で、どっちが先にやるんだということのやり取りをしていたのは、この間、大阪へ行って私は感じました、でそのときに大阪府側がどういう人が動いているのか見えなかったんですけど、具体的にこの畑先生、籠池参考に言われた畑先生というのは、どういう形で関わり、どのような役割を果たされているのかが分かれば教えていただければと思います。 あの畑成明先生は私が住んでおります淀川区選出の,あの深会議員でございまして、えー、中山正明先生の秘書をされて優勢、えー、秘書をされてそれから深会議員に転じられたという方ですが私の,あの先代と非常に実婚でありまして、えー、先代亡くなりましてからも私は実婚にさせていただいたということなんでございます。でその先生は えー、松井知事のご実歩であられる、う深会議員の先生と非常に実行でありまして、えー、その辺のところで、えー、お願いを申し上げて、非常に熱心に動いていただいたということでございます深山哲郎君。熱心に動いていただいた、具体的な何か例示ができる、こういうところで動いていただいたというようなものはもあるんでしょうか籠池証人。 非常に私どもの教育環境に賛同していただいておりましたので大阪府の幹部のお役人に働きかけをしていただいたり松井大阪府知事にも働きをさしていただいたというふうに記憶しております福山哲郎君これ実は先ほど西田委員はですね大阪の審議会が財務状況が悪いのに 認可妥当を出したのが、そもそもの問題だという類のことを言われました、それは私、一つの心理だと思いますが、一方で、近畿財務局側もですね、大阪の審議会とやり取りをして、どちらが先にやるんだと言って、表則を合わせている形跡があります。この大阪とこの近畿財務局との間のやり取りに、えー、籠池証人は、えー、かなり濃密に関わって、いろんなことのやり取りをした。 という記憶がありますか加古池承認私自身はありません私自身が大阪府に働きかけを直接したとか、えー、それと近畿財務局に働きかけをしたとかいうことは、あのー、一敏感人ですから、ありません福山哲郎君。ただ、いきなり例えば東京で、本省の理財局長に会うと言って出てきて会ったりということが、 あるわけですね一民間人ですが、そういったことが、えー、承認の場合はできてるわけですね、それはどういう理由だ,だったんでしょうか川人、えー、定期借地の後大きな生活ゴムに出てまいりましたんで、その間、定期借地権で金額を決定するのにもかなりの時間かかりました。 え1年ほどかかりまして、でえー、本来、開校が1年延びたという経緯もありましたんで、ここでまた生活が、むくみが出てきたら、えー、大変なことになるというような思いの中で,です、ね、近畿財務局の職員に、えー、財務省に直接行きますということで、えー、聞き出したというのが本誌であります福、はい、山哲郎君。というん、ってことは、直接やられてないと。 近畿財務局とか先ほどの国一のいろんなやり取りについては直接やられてないという場合にですね、どなたがじゃあ近畿財務局とかあの大阪府の審議会とかと実際の詳細についてまあいろんな適者吉とかいろんな売買契約とかあるのはどなたがやられたんですか？加古屋家商あ失礼しました。あの訂正、えー、いたします、えー。近畿財務局とか大阪府とのお対応調査は私がやっておりました。 福山哲郎君、それは直接やられたということですね。籠<か>池証人、はい、はい、そうでございます。あの、何を訂正したかというと、私があの近畿財務局の方にプレッシャーをかけたとか、大阪府にプレッシャーをかけたということはないということで、先ほどの質問を,を私があの間違えて聞いておりましたので。はい。福山哲郎君。 その近畿財務局とか大阪府とのやり取りの中で直接やられる、直接やられるときに、何らかの政治家が直接やられるときに、なんとかしてほしいとか、そういう関与が事前からあったというようなことでお願いをしたことはありますか籠池人、えー、小の池先生に、えーのー、この近畿財務局の土地が見つかりましたときに、えー、お願いをしまして、ですね、えー、ご紹介を賜りたいということは、 させていただきました、えー、それでよろしいですか福山哲郎君河野、えーまあ、池議員は実際自分でおっしゃっておられますので、ね、でもこれが出てきたら聞かなきゃいけないんですけどこんにゃくは何だったのかを聞かないとなぜ聞かないのかと言われるのでこんにゃくは何だったのかをお聞かせいただけますか籠池承、えーえー、とこんにゃくいわゆるあの封筒の中身ですが3万円が入った、えー 核なんですかね、大きなあ型紙の中に入った商品券であります福山哲郎君、まあ。なかなかにわかに信じがたいんですが、それは何のために持っていったんですか、何かお願いをするためだったんですか加古池商人、えー、入,院の入院されてましたんで、そのお見舞いを、お見舞いというか、それも兼ねてということでありますが。 まあ、あのそのときに、えー、こういうふうなあの土地の関係はこういうふうな方向になっておりますというふうな報告はさせていただいたということであります福山哲郎君。えっと、あ,ちあちこち、話が飛んで、本当に申し訳ありません、あのさっきの陳述に沿って、ちょっと恐縮なんですけど、あの申請する前に、近畿財務局や大阪航空局、大阪とですね、申請前に一緒にやり取りを。 加古池池ががやられたことがありますか加古池承認委員長小学校の正式申請の前に、籠池証人が近畿財務局や大阪や航空局とやられたことはありますか、事前の打ち合わせを。籠池証人。小学校の設置申請の前ですね。あ あの当然、設置申請をする前に、えー、国有地の方が、えー、いわゆる定着でも手に入ることができるのかどうかいは、非常に重要な点ですから、あの対応はさせていたただきました福山哲郎君。これは実は近畿財務局はあんまりはっきり認めてないんですね、で急にこっちへ来るんですが、問題発覚後でございますが、この間、大阪行ったときに近畿財務局は、 籠池理事長側というか、森友学園側と、問題発覚後も、実はやり取りをしているということを言ったんですが、何回やり取りをしているかは言われていません、問題発覚後も近畿財務局といろんなやり取りをされたんでしょうか、その中の一環が、いわゆる10日間隠れるという話なのか、その中の一環だとしたら、それは直接、籠池証人がやられているのか。 どなたがそういうやり取りを近畿財務局とやられているのか、お答えいただけますか、籠池証人。近畿財務局とは、あの一件がありましてからもやり取りをしておりました、私、えー、もありましたし、当時の顧問弁護士であった方もしておりました、はいえー。10日間云々ということにつきましては、当時、顧問弁護士でありました、酒井先生がされておりました。 福山哲郎君その酒井も辞められた方が、いわゆるその近畿財務局というか、あの島田さんでしたっけ、さっき出たかな、島田さんから言われたと言われたわけですか籠池証人、はい。財務省の島田さんから言われたということであります福山哲郎君。だんだん時間がなくなってきて、もうあちこち飛んで申し訳ありませんが、えー、稲田朋美大臣との関係ですが、顧問円契約はあったのか。 それから法律相談を直接したことは終わりか、お答えいただけますかえ、大臣はですね、顧問契約はまああのご主人のところがやっていると言われているし、法律相談は実際ないと、ただ、法廷でにあの代理人として1回は出廷したけどということをずっと言っておられるんですけれども、あのそのことについてはいかがですか籠池証人。稲田先生のところと顧問契約を結んでおりました、えー、先生も出廷をいただいたことがあったというふうに記憶しておりますけれども。 えー、今回の、あの、土地のことにつきましても、えー。稲田順次事務所に。平成二十八年の。一月には、ご相談に行っております。福山哲郎君。あ、そうですか。で、あの、稲田智美大臣と直接、いろんな相談をしたことはないわけですか。籠池証人はい、それはございません。 福山哲郎君、えー、まあ、実は我々が現地に入ったときに言われたのは、小学校の校舎の問題に対する危機感は強く言われていました、それはあの我々与野党全員の間で言われたので、そのことについては、やはり承認のお言葉をいただく方が、僕は公平だと思いますのであの、小学校の跡地についてどう思っておられるのか、それから大阪府が、まあ、松井一郎知事が悪い。 というようよなことを許せないというようなことも言われました、そのことも含めて、えー、最後、あのー、証言いただければと思います鹿児島に時間が終わっておりますので、簡潔にお願いいたします、はい、あの小学校建設は非常に、えー、途中で終わったのは、断腸の思いであります、えー、どうして私学審議会が3月の末日にありましたのに、えー、そのお途中で、えー、取り下げをせない、いいかなかったか、それもちょくよく分かりません。 で大阪府の方の働きかけというのが、えー、何かあったんではないかなというふうに想像してはいませんし、えー、松井知事の方があまりにもこのおテレビに出られまして、いろいろなことはおっしゃってたということ自身が、この私学審議会をストップさせた大きな原因ではあかるかと思ってます。でなおかつつ今現在残っててます土地建物につきましてはた はいあの残していただいて、そしてんなんとかあのお国の方の資金で、ですねあの建物を使っていただいて、そして土地もうまく活用していただけたらいいんではないかなと言って、今は思っておりりまますありがとうございました終わります。 竹敏子君公明党の竹谷敏子でございます。承認におかれましては、本日、国会の求めに応じてお越しいただいたことに感謝を申し上げたいと思います。えー、最初に、えー、国有財産であった、えー、現在、森友学園の所有になっております土地の買い戻しについて、お伺いをいたしたいと思います。 先ほど冒頭の陳述で証人は、現在の森友学園の敷地である国有財産、この土地で埋設物が見つかり、除去費用の見積もりを差し引いて、売買代金が最終的に1億3400万円になって、ずいぶん低くなったな、安くなったなということで、びっくりしたというようなことをおっしゃられておりました。 えー、この国有財産の売買契約書においては、期日までに指定用途に供さない場合には、国は買い戻しをすることができる、つまりその安い売買代金で買い戻しができることになっていると思います。また医薬金も請求するることができるそして 原則現状復帰を求めることができるというふうになっていると思います。これに関連して、3月12日付で森友学園に近畿財務局から通知が出されています、それはご存じですか籠池証人、えー。以前の顧問弁,弁護士を通じてその、そういうような文書が来るぞということは聞いておりますが、現物はまだ見ておりません、はい、竹谷俊子君。 委員長、えー、これは、えー、予告の通知でございますので、えー、今月末であります本年の三月三十一日までに指定用途に供さない場合現状復帰してそして売買契約で買い戻しに応ずることとされておりますこれはどのように対応されるおつもりでしょうか籠池承認、えー、これは本当にこの 胸が本当に痛むことでありまして、なんでこんなになったんだろうな、というふうに、すごく考えているんです。ですから、できれば、先ほど申し上げましたように、近畿財務局の方で、えー、確か三十四条に、えー、特別なんとかというふうな約定があったと思いますので、それを使って、えー、民間の土地で対応できればいいんじゃないかな、というふうに思っております。 竹谷敏子君委員長、これまで、えー、参拝のお、ま、埋設組の処分にも相当のお金をかけられてきたと思いますえ。国はその分の費用を支払う必要がありませんので、買い戻しをするということは、国は大変得をするということになると思いますが、間違いございませんか。籠はい全くその通りです 竹谷敏子君。委員長、えー。寄付金に関して伺いたいと思います。一般的に寄付をいただいた場合、その方々に対して。お礼状などを出すのが礼儀であると思いますが。森友学園、そして承認におかれましては、そのようにされていますでしょうか。籠池承認。はい、あの、そのようにさせていただいております。委員長。竹谷敏子君。 証人は昭恵夫人を介して、安倍総理から100万円の寄付を受けたとおっしゃられております、それに対して、お礼状や、あるいはメール等でお礼をしましたか。籠池証人え、えー、黙っててということでありましたので、お礼状はお出し申し上げておりません竹谷敏子君。 お礼の気持ちを何も示さなかったということでありますか加古池承認いやあの、そういうことではありません、えー、これはもう、匠にしていただいて、してほしいという、えー、お気持ちだったと思いましたので、えー、それ、そういうふうなお礼状は出しておりません。君3月16日に参議院の予算委員会で 森友学園の完成間近の校舎を視察をさせていただきました、その際、証人にはご案内をいただきました、そのときに総理から寄付をもらいましたと言い出した、それはなぜですか。はい もうあのまま、えー、取り消しを、えー、申請の取り消しをいたしましたので、えー、お国の考えられることは、さ、え、ら、ー、地にして戻すということになってくるんだろうと思いました。えー、従いまして、えー、その土地、建物ですね、建物を存続していただくために、当然、えー、これは、えー、安倍、えー、総理からの100万円が入ってるんだと。 おーですから、なんとかお願いできません、していただけませんかという意思を表したということでございます竹谷敏夫君安倍総理からの寄付が仮にあったとして、その100万円がその建物に使われたといえば、国がそれを忖度して何かすると思ったのですか。決ししててそんんなことではありませんあの事実を申し上げて えー、一生懸命作り上げてきたものを何とか残したいというふうな思いでお話をさせていただいたということでございます委員長竹谷敏子君。あなたがおっしゃられるように、昭、え、恵、ー、夫人から寄付を、100万円を頂戴したというときに、それは封筒に入っていましたか籠池人、はい封筒に入っておりました委員長竹谷敏子君。 その封筒は残っていますか籠池証人あのその封筒はあ残っておりません竹谷敏子君封筒も残していないそしてお礼状も出していない私には百万円の寄付がなかったのではないかというふうに思えてなりません次の質問をさせていただきます 先ほど、塚本幼稚園のホームページで、天皇陛下が訪問になられたということをあなたは知らなかったというふうに述べられましたでしょうか、塚本幼稚園のホームページ上で、天皇陛下が塚本幼稚園に訪問をされたということがホームページ上に載っています。それをあななたは知らない とということは事実ですか籠池証人。えー、私、えーっと、私は知りませんでした、恐縮です。敏君昨日、私がホームページを拝見した際にも、掲載されておりました、そのことについて、事実ではないとあなたはおっしゃいました。 事実ではないことをホームページ上に載せていたことに、理事長としての責任は感じますか。籠池人えー、お越しになっていらっしゃらない者をお越しになっていらっしゃるというのは、えー、事実に沿いませんので、えー、それについて、えー、記載されておるのであれば、えー、申し訳ないことだというふうに思っております。竹谷俊子君。 安倍総理の塚本幼稚園の訪問はありましたか、はい、籠池承認、えー、ございません竹谷俊子君、雑誌上であなたは安倍総理が塚本幼稚園を訪問したと発言したことはありますか、はい、籠人。安倍総理があの訪問されたということは、えー、お話したことはございません。 滝谷敏彦君。それでは、その雑誌が間違っているということですね。籠池証人。あの、その雑誌が間違っているということであります。滝谷敏彦君。小学校の寄付について、伺います。安倍晋三小学校と、歌って寄付を募ったことはありますか。籠、はい、池証人。 えー、安倍晋三記念小学院として、えー、ご寄付を募った一時期がありました竹谷俊子君。寄付用紙を安倍晋三小学校と名乗って作りましたか籠池証人、えー。寄付用紙を作らせていただきました委員長竹谷俊子君。 安倍総理の許可は得ましたか当時はお総理ではございませんでしたから、あの安倍,総安倍、えー、衆議院議員の方にの許可はいただいておりません、えー、何々小学校といって、えー、何がの冠を、えー、させていただくのと、竹山小学校、や大和小学校というふうな感じのつもりで、えー、記載させていただいたんです、はい、竹谷俊子君。 ご本人の許可を得ないでその名前を使って寄付を募ったことは詐欺ではありませんか。わ、はい、かりました。補佐に補佐に断らすことを強化します。加古池家少 それは詐欺ではないと思います竹谷敏子君それによって寄付をされた方はいますか、はい、籠池常えー、私の記憶では、えー、そのお名前を関することによってご寄付をいただいた方は、えー、多くなかったと思います委員長えっとお うん、いらっしゃらなかったと思います。竹谷俊郎君。委員長。それは確かですか。川上承認。三あ。補佐人と話すことを強化します。<laughs> 川上承認。 恐れ入ります、それはちょっと記憶に定かでありませんので。竹谷敏子君。それがあった場合、それは詐欺だと思います加、はい、籠池証人補佐金。上限 いや詐欺ではないと思いますが竹谷敏子君森友学園の大阪府私学審議会への報告の中で愛知県の海洋学園中学校へ推薦枠があると報告したことは事実ですか、はい、籠池っと添付書類の中にそれを入れさせていただいたことは事実です竹谷敏子君海洋学園の許可は得ていますか、はい、籠池承認 えー、平成27年の6月に、えー、JR 東海の笠井会長さんとご面談させていただいたときに、えー、そういう小学校ができるんであれば、あぜひ入,あの入学させてあげたいというふうなリップサービスを、えー、そのまま、えー、信じ込んで記入してしまったと、で,ですから学校法人の方には、えー、こちらの方から、えー、なんだ、そういうふうな、えー、プッシュはしておりません。竹 リップサービスを使って、えー、審議会に報告をするということは、適法だと思いますか加古池承認6年先のことでありますので、えー、まだその時点ではあ、はっきりとしていなかったことでありますので、えー、どうなんでしょう、適法なのかどうかはちょっと私は分かりません。 竹谷敏子君3通の契約金額が違う工事契約請け負いについて伺います。学校建設に、建設費が大きくなると、借入金が増えて、えー、私学審での認可が下りないから、一番低い7億約7億6000万円の契約書で、えー、出されたということは確かですか。加 はい、補佐人との話し合いに話すことを強化します池刑事訴追を受ける可能性がありますので、答弁控えさせていただきます委員長竹谷敏子君。今のー建物95、95%を完成しているということでありますが、一番近い契約書の金額はいくらですか、3通のうちどれが正しいですか。 補佐,人との補佐人のの事情を求めることを許可しますその辺も刑事訴追を受ける可能性がありますので控えさせていただきますりました小池晃君、えー。よろしくお願いします。 えー、担当直入に、えー、あなた、の財務省、近畿財務局、大阪航空局、あるいは大阪府と何度もお会いになってますよね、でその際に、安倍昭恵さんが塚本幼稚園に何度も来られているということや、あるいはその名誉校長、名誉,長あ、えー、名誉校長、みずほの国記念昇格の名誉校長になっているということは伝えてますか、相手方に、役所の方には、そういう情報を。加古池少人 あそれはもちろん伝えております小池晃君、えー。そういったことが、やはりこの交渉なりをお、まあ、なんていうか、スムーズに進める上では役に立ったという印象をお持ちですか籠池証人。私はそのようなあの意味合いでは、あのご就任いただいてなかったので、えー、それはあの他の方々の思いを取りようになってしまうんじゃないかなと思います小池晃君。 えー、昨年3月11日に、食い打ち工事で地下のゴミが見つかりますで、その時あなたは近畿財務局から不当な提案があったことを知ったというふうにこう籠井あの、河野池事務所の方にあにお話しされているんですねで、この不当な提案というのは一体なんでしょうかあの、前年のことだと思うんですが、前年に不当な提案が近畿財務局の方からあったというようなお話をされてますが、これは何でしょうか。籠池承認 えとちょっと記憶にないんです、はい、小池晃君そのごみをすべて処理すると、巨額の負担になるから、場内処分をするようにというような話があったということもあるんですが、そういったことを思って言っておられるのではないですか、籠池証人。ちょっと私、そこの記憶がございませんので、小池晃君。 えっと、その後ですね本省に行かれるわけですね、で本省とそのお会いになった、心理室長とお会いになった、この時には、河野池,池事務所はアポ取り断ったというふうに言っております、どなたか政治家に仲介は依頼したのか。籠池人あのこの件につきましてはあの、先ほど申し上げましたように、最初に、えー、先導していただいた河野池先生に、ことの顛末だけはお話しとかないかんということで、えー、お話ししました。もしできたら あの本省の方のその担当の方をお知らせしてほしいということでありました。それだけのことでありません。小池晃君。でその十五日に財務省に行かれたときに。埋設物の撤去費用の問題はそこでは話し合いをされました。はい。籠池証人。あのいたしました、えー。とんでもないものが出てきたということで。ええー、談判をいたしました。小池晃君。どういう談判ですか。籠池証人。 有害物質が出たのに1億3000万かかって、その後生活物質がそのように埋まっているということは私も知りませんでしたのでえ、そういうものを定期借地権でえ民間に貸すのかと、どうしてそんなことをするんだということで、え談判をいたしその際、財務省側は、その地下埋設物の撤去にかかる予算は地主の大阪航空局なんだと言ったようですが、事実ですか。はい加古池承認 は地、い、主の大阪航空局であるというようなことは言っておりました小池晃君要するに見積もりはその時大阪航空局にやらせるという説明をされたということでしょうか。何かあの大変なことになったなという感じでございましたので、まあ何らかの,あの動きはあ,あるんだろうというようなあの思いを持ちました。小池晃君 それで三月二十四日にあなたは土地購入を申し込まれるわけですで、その前に満設別撤去費用は土地代から引くというような話は近畿財務局から提示されましたか籠池承認えっとそういう話は全く受けておりません小池晃君え別の問題聞きます安倍昭恵さんに名誉校長になってほしいと要請したときに、えー、昭恵さん最初は断ったんでしょうかそれとも すぐに受けその場では受け入れたんでしょうか籠池証人。1秒ほど止まってらっしゃいましたが、すぐに即断をしていただきました小池晃君安倍晋三記念小学校という名前を付ける件に関して、先ほどの陳述では、昭恵夫人はご理解をいただいたと、後日、遠慮してほしいという話があったと、要するに最初は昭恵夫人はいいですとおっしゃって。 後日というのは、何日ぐらいしてからお断りが来たんでしょうか。記憶の方が、えー、はっきりし,しないわけですが、大、え、体、ー、いいですね、5か月ぐらいじゃないでしょうかね、はい小池晃君。 えー、分かりました、あの安倍昭恵さんと学校設置前の更地の豊中の,あの敷地、行ったことございますか、そこでどんな話されまし駕籠池証人。一緒に行かせていただきまして、ここに学校ができるんですというふうな話で、お話をさせていただきました。小池晃君なんか学校の名前についてのサジェスョンみたいなものは、そこでありまし駕籠、はい、池証人、えー。いい田んぼができそうですねと。 ということでありましたので、えー、そのお言葉をいただいてみずほの国というふうにさせていただきました。小池晃君、えー。安倍昭恵さんはですね、塚本幼稚園で三回目の講演をやっているのが、えー、平成二十七年九月五日です。で、その二日前に安倍首相は財務省の理財局長に東京で会っております。であの塚本幼稚園での昭恵夫人の講演テーマは。 水穂の国記念小学院についてというテーマで講演されていると存じますが、のまあなたに対してです、ね、その財務省が前向きに動いているというような話、まああのー、ありましたでしょうか、そのときに。株分け上人えと。財務省が前向きに動いているというふうに感じましたのは、生活ごみが出てきた後が一番著しかったんではないかなと思います。 小池晃君それはどういう具体的に言うと、生活ごみが出てきて、いわゆるその8億円の値引きが行われる過程だと思うんですが、どういう点で、どういう,こう動きを見てあ、財務省前向きだなというふうに思われたんでしょうか加古池商人あの私どもの,あの弁護士が入って、えー、おりましたから、その,あの動き方、スピード感というんですか、非常にあの早かったと思います。小池晃君 えー、安倍首相本人についてもお聞きしたいんですが、安倍首相はですねあなたと電話で話したのは、平成24年9月に予定されていた公演をキャッセルしたとき、1回だけだというふうにおっしゃってるんですがで、これは事実なんでしょうか、これ以外にも安倍首相と電話でお話しされたことはありますか籠池証人、えー、そのお1回だけです。小池晃君、えー、3月10日の記者会見で、えー 籠池さんは、大阪府の設置認可基準の規制緩和について、まあ、規制緩和に4年ほどかかったというふうに述べておられるんですが、まあ、これに関しては政治家に協力を頼んだことはありますか、大阪府の設置認可基準の緩和については、あのまあ、政治家、まあ、大阪の議員も含めて、そういったことはありますか。籠池人えー、とございます 小池晃君。えっと、どなたでしょうか。お名前を教えていただけますか。香川県商人。ええー、東徹議員です。小池晃君。ええー、その他ですね。この問題で、えー、名前が出てきている政治家で言いますと、えー。まあ、河野池義忠議員でます、いますが。その他に、何かこの設置認可。あるいは土地の取得、賃貸、えー、その金額等々で。ええー、籠さんから。 声をかけた政治家、他の名前を出していただけますか、思い出す範囲で結構ですから、行ってください加古池少人、えー、もうすでにお辞めになっていらっしゃいますが、国土副大臣の北川一世先生、えーうんえー、柳本拓二先生。 えー、はい、まあ、そういうところで、はい小池晃君。あのちょっと、あのもし思い出す時間が必要だったら、もうちょっとやったら <laughs> 出てくるんだったら、言っていただきます、もうないですか、えー、なければですね、あのあとはですね、まあの、まあ、大体聞くことはほとんど聞いた感じもありますが、まあ、それ以外の問題でいうと、まあの ファックスの問題、先ほどありました。えー、首相夫人の。からの、ね、あの担当官からのファックス。で、そのファックスは今お持ちですか。籠池証人。あの、今、私は手元に持っておりません。はい、すぐ近くにはありますが。はい、終わっております。はいあ、一言、はい、あの、ぜひ、それを。あの、当委員会に、そのファックスを提出していただきたいと。いうことを、あのお願いしたいと思います。提出いただけ、ま、していただけますか。小籔さんに。短くお願いします。 はい、提出します。浅田仁君。ええー、日本維新の会、浅田仁と,と申します。どうぞ。よろしくお願い申し上げます。あのー。 今まで、えー、このお中でですね、えー、ご発言されていることも含めて、いろいろお尋ねし,していきたいと思っております。まず、えー、あなたは、えー、大阪府に騙されたと、えー、は発言されておりますが、大阪府の,大阪府の、えー、誰に何を騙されたというふうに思っておられるんですか。籠池少人。えー もう設置認可適当ということで進んでおりましたものが、途中であのひっくり返るということは、やっぱり行政当局の指示があり、そしてそのトップである方,が方の何らかのサジェスションがないと、このようにならないのではないかなというふうに思ってます朝倉仁志君。 今までですね、口聞きはないと、ただ、はしごを外されたと、今の,、まあ、あのご発言と重なるんですけれども、はしごを外されたという発言があります、で、はしごを外したのは大阪府のトップであると、今、ご発言になりましたけれども、それでは、誰がこのはしごをかけたんですか。かけたのは私ですが 浅田志君ご,ご自身がかけられたということですね、でえー、あのトップの名前、えー、ですが、あなたあの、松一郎、大阪府知事、松一郎にお会いになったことはありますか籠池証人、えー、知事には直接あの、一対一でお目にかかったことはありません。 浅田人志君えっとであの、私学認可の取得に当たりまして、今あの、全員の質問に対しまして、いろいろ名前が出てきております、協力を求めたことはありますかというところなんですが、あの協力、相談されたというのか、あるいは。 もっと具体的に何をしてくれというふうに協力を具体的に求められたのか、いずれですか例えばね、私学、あの私立の小学校を作ると、でそのための条件はなんですかというふうな、まあ、あの条件に関して聞くというのは、まあ、相談事ですよね。でその相談事が前へ進むように、はい よろしくお願いしますとか、そういうことになると、ちょっと事情が変わってくると思うんですね、だから相談されたのか、あるいはご自身のかけられたはしごがです、ね、うまく前へ進むように、えー、働きかけてくれと、そういう依頼をされたのか、どちらですか籠池証人、えー。規制緩和についてはあのー、積極的にやっていただきたいというふうにお伝えしました。 えー、そしてその後の認可についても、えー、何とかよろしくお願いしますということはお伝えしました浅田仁君。そしたらあの、単に相談ではなしに、えー、依頼、陳情の類ということで、受け止めてよろしいですか籠池証人あの。もちろんあの、ご依頼し、陳情したつもりです浅田仁君。でねあのー 冒頭,冒頭の,あのご自身のご発言の中に、えーあの、畑成明さんに働きかけたと、冒頭のお話の中で安倍、安倍総理ご夫妻と、この畑成明さんという、えー、これ、自民党の議員さんだった方ですけれども、発言されております、で大阪府に小学校を設置したいという相談、これをされたのが、 籠池あの設置したいというよりも、いろいろこの小学校については、ことの起こりからいろいろ相談させていただいておりましたので、えー、そういうことであります、はい、浅田仁君えっと、ね。それであの、えー、認可せあの、小学校の認可申請書を提出されたのが、 十六年、平成26年の10月31日ということです、でこのあたりまでずっとあのお願いは続けておられたという理解でよろしいですか加古池証人あの、話につきましては、ずっとこうご相談申し上げておりましたので。 あの設置認可の申請書は、ある程度の事務方の方で処理ができてから正式に申請ということになりますので、その間、当然、お話もさせていただいております朝浅田君あのねあのもう一回、胸に手を当てて考えていただきたいんです、26年10月31日、認可申請書を府に提出したと、それまで、えーまあ、畑先生を含む、 えまあ複数の先生、えー、まあ今で言いますとね、畑さんにだけずっとお願いして、働いていただいていたという理解でいいんですか。加古池少人あの先生、おっしゃってるように、あの相談とかなんいうんですかね、こんなんあの作りますねんということは、他のあの議員の方にもお話はしておりました朝、はい、田仁志君。 えと冒頭、そしたらあの、畑成明さんのお名前を挙げられたっていうのは、やっぱりこの方に特にお世話になったという思いがあったんで挙げられた、名前を挙げられたんだと思うんですが、違いますか畑先生には、あの私は2代にわたっていろいろお世話になっておりますので、その私の思いを認識していただいて、動いていただいたというふうに、今も思っております。浅田人志君 あのね、あの重大な問題が隠されているんです、26年の10月31日に、えー、認可申請書を出されております、で26年の10月31日まで、えー、ずっとお畑先生には働きかけて、えー、自分の期待に応えるべく動いていただいたというふうなご,ご発言されておりますけれども、畑議員は、当時自民党の畑先生は、26年9月18日に お亡くなりになってますお亡くなりになってるんですお亡くなりになった方が申請許可のためにどうして動くことができるんですか党池承認申請をするところまでというのは非常に重要なところでありますから えー、行政が申請書を受け取ってくれるかどうかというのは、大きなポイントになるところだというふうに思っております畑先生は9月に亡くなりましたが、それまでにはあのいろいろ私の考え方とか、悩み事も聞いていただき、対応していただいたということであります朝早えっ君。そうしたら、お亡くなりになるまでは、えー、動いていただいてたと。 いうことですかお亡くなりになってからは、誰がその畑先生に代わって、そういう依頼を受ける対応型になったんですか加池少人もう、畑先生以外にはあの、いらっしゃらなかったと思います最後ですか、もう時間をっております。 実際ね、存在しない人が動けないわけですよ、だからここで最後まで働い,働いてくれたというあなたの発言には、重要な問題があると思います、それから松一郎の名前がいろいろ出ておりますので、私自身、松一郎氏を承認喚問していただきたいと思います以上で終わります。 山本太郎君はい自由党、えー、自由党の共同代表、山本太郎です、えー、自由社民の会派、希望の会を代表いたしまして、質問いたします、えー、人生の中で自分自身がこのような場に立つなんてことは想像されなかったと思うんですね、本当に今日は勇気を持って真相解明のために当事者として来ていただいて、あ,のありがとうございます、そ礼を申し上げますありがとうございます。 えー、籠池理事長にお聞きします、えー、現金100万円の寄付を安倍昭恵夫人から直接受け取ったとおっしゃっておられます、えー、その際にですね、えー、安倍昭恵夫人の方から一人でさせてすみませんという言葉があったとおっしゃってましたこれはもう一人でこんな学校作り大変なのにあの任せてごめんねという意味が含まれていると思いますこれすごく頑張ってた人すごく頑張ってきた人にね あのー、そういうこと、あのー、投げたときには、もちろんその受け取った方がすごく感動すると思うんですよ、報われるというか、でやっぱりこういう言葉をあを、のー、やり取りできるっていうのは、やっぱり同志っていう思いがないと、おそらくこういう言葉は出ないと思うんですね、その言葉を受け取った時一人でさせてごめんなさいねっていう言葉を受け取った時に、えー、籠池理事長はどのように思われましたか。籠池承認 えー、非常に嬉しく、これで物事は進んでいくなというふうに思いました。 安倍昭恵夫人が学校設立を応援してくださって、さらに名誉,会あ名誉校長にもなってくださったと、えー、これ、本当に学園のスタッフの中でも士気が高まったと思うんですね、でこのことは入学を検討する保護者の皆さんも含めて、あま社会的にもといいますか、いろいろな部分で世間的にも信用につながったとお思いなられますか確かにその部分は大きかったと思います。 山本太郎君あの理事長の以前のお言葉で、急に神風が吹いて、国有地が手に入ったという趣旨のご発言があったと思うんですね、でどんな神風だったということなんですかね。はい、加古池少人父として進まなかった定期借地権の時までは進まなかったんですが、それ以降は非常にスピード感を持って物事が動いていったというふうなことをもって、神風が吹いたというふうな表現をさせてもらったということです。 山本太郎君その神風が吹いたきっかけ、何だと思われますか。籠池承認その時場所、タイミングというものが、天からの廃材として追ってきたんですよね、そういうことやと思います。山本太郎君 ありがとうございます。籠池理事長の教育方針につきましては、いろいろな意見やご批判もあります、その中で是正すべき点、改善の必要があるならば、文科省や大阪府がしっかりとやるべき仕事をやるだけのことです、私はここでそれについてのお話はしません。籠池理事長がご自身が考える最高の教育を実現するために、真の愛国者を育てるお気持ちで小学校を設立を目指されたと。 少しでも糸口をつかんだならば、東へ西へ走り回り、なんとか学校を作らせてほしいといろんな方々に頭を下げ続けた、身を粉にして活動されたと想像します、その結果がいよいよ、身を結ぶと、あと少しで開校っていうところまでこぎつけたけれども、現在、絶望的な状況に置かれていると思います、理事長、ここは短くお答えいただきたいんですけれども、このままいけばご自身が背負う負債、どれぐらいになりそうですか。 籠池承認そうですね十七八億ぐらいなるんでしょうかもう大変なことになったなというふうに思いますもう開校するのと開校しないとではもう天と地の差があります山本太郎君とんでもない額ですね素晴らしい教育方針が頑張れ籠池籠池頑張れと散々盛り立てておきながら三越を担いでおきながら 風向きが変われば、一斉にはしごを外し、知らぬ存ぜぬ、結局、学校は絶望な状態、多額な負債、理事長が抱える可能性が高まりました、理事長ご自身がはしごを外されたと、強くお感じになる、怒りを覚えた政治家、3人ほどでも結構です、何人でも結構です、お答えいただけますか。人大大阪阪府府知知事事でです山本太郎君、えー、大阪府知事以外ではしごを外をされたと 強くお感じになられる方いらっしゃいますか籠池商人。大阪府知事です時間ですので最後に一言だけはいまもなく自然成立の参議院ですけれども予算は、えー、ぜひともですね自然成立のギリギリまでそしてその後も、えー 籠池さんが証人喚問に出てくださったことをきっかけに、今から始まる追及だと、今から始まる申請解明真相解明だということをぜひやっていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。松沢茂文君、はいえー、無所属クラブの松沢茂文と申します。 えー、国家今日ごご苦労様でございます、えー、実は私たち予算委員会の理事会で、3月16日、学園、小学院を訪問をいたしました、その際にですね、私は、えー、理事長に、河野池議員以外に政治家の関与はね、あったのかとお聞きしましたら、理事長は、そうした政治家の関与はないと明言をされました。 にもかかわらず、今日の証人喚問で、他の国会議員の関与があったのかということで、まあ、これは相談するというのもそうでしょうし、あるいはお願いをするというのもそうですね、口聞きをするというお願いもそうでしょう、えー、3名の国会議員の名前を挙げられました。ななぜあのの時ににはないととと言ったんでしょうか国 <laughs> 国有地習得における国会議員の方とそれと 私学審議会における方とは、私学審議というか、小学校開設についての対応、大阪府の方中身の対応とはまた違うというような認識しましたからですね松田茂み君、はい。それでは、大阪府の地方議員、特に府議会議員さんは、まああの、不正を担当するわけですからね、特に学校認可の件で、こういうことで困ってる、どうしたらいいか、こうしてほしいんだけどというお願いをした、議員さんは 名前を挙げていただければ、ありがたいと思います。籠池証人。はい、籠池証人、はい。ちょっと今の段階で控えさせていただきます。はい。松田清文君。あの国会議員の名前を挙げられて、不会議員を挙げられないというのは、ちょっと私は不自然なんですけれども。じゃあ、そうした。 今、名前を挙げた国会議員、深会議員の方々に、大阪府知事の松井さんに、どうにか便宜を図ってくれるようにお願いをしてくれ、ね、という口利きを依頼したことはあります香川池証人、しておりません、はい、えー、人は頼みになるものという認識の中で、 えー、亡くなっていかれた方もいらっしゃいますので、そのご意思をご意思として継いでいただけるならば、そのままでいくだろうというふうな認識はいたしておりましたけれども、ですから、それ以後の事柄については、えー、どなたにもしておりませんち。ちょっと時計止めてください えー、あのおさんに話すことを認めます。止めてください,時計止めてください 加池承認えーと大阪府議会の先生方に、えー、直接この小学校を前に進めてくださいということは、お話はしておりません、はい、松田茂文君、はいえー。安倍昭恵夫人とも相当親しい間からだったということが分かりました。安倍昭恵夫人にに学校のの認可の件についてぜひとも 安倍総理経由で大阪府知事にお願いをしてほしいというような話をしたことはありますか籠池証人、はい、その点についていたし,いたしておりま一方のルートの、河野池議員のルートでありますけれども、河野池議員には、えーまあ、国一払い下げ、賃貸から払い下げの件で、まあ、お願いに行ったわけですよね、それで秘書さんが動いてくれたわけですね。 その時、河野家議員に、まあ、財務省のトップは麻生財務大臣ですから、ぜひともこのお願いを麻生財務大臣に、トップに伝えてほしいというようなことを依頼したことはありますか。籠池証人。麻生大臣の方にお伝えくださいませんかと言ったことはあります。松田茂美君。 それでは麻生大臣は、こうした要望が、ね、学校設置者から上がっているということは知っていたというふうに考えていま過去影池証人。なかったと思います。私はお伝えしましたが、お伝,わえ伝わってなかったんではないかなと思います松田茂美君。はい、あの他にも 国会議員の方で相談した方が、まあ、さっき3人上がりました、いるんじゃないでしょうか、今、思い出せる範囲で挙げてください。小学校の関係について、国一の関係について、直接的にお話した方、おりません。終わりですはい これをもちまして、籠池証人に対する証言の聴取は終了いたしました。籠池証人には長時間にわたりご証言をいただきまして、誠にありがとうございました。席くださって結構でございます この際ご報告いたします本委員会は平成29年度総予算3案につきまして、内閣委員会ほか14委員会にその審査を委嘱いたしておりましたが、各委員長からそれぞれの審査概要について報告書が提出されましたので、お手元に配布しております。つきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用取り計らいます。 次回は明24日午前8時55分から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。